8月27日土曜日の朝でございます。土曜日だけど私たちは休みなんかないわ。学園祭の準備があるからね。今日は昼から喫茶店の内装か。少しでもやることができたし頑張らないと。ということで跡部くんがね、我々に内装の仕事をね用意してくれたので、今日は喫茶店の内装をやりましょう。では会場へ行きます。あ、次郎ちゃんだ。芥川先輩、声をかけようかな。どうしようかな。じゃあ背中をいきなりどついてやろうか。ドゥンって。で、おはようございます。やあ君か。やあ君かの反応でした。お、朝は話す回数が1回なのか。じゃあ今日もおしたりくんに声をかけようか。で、今日投稿されてるかわからないんですけど、10月15日おしたりくんの誕生日なんですよね。おしたりくんお誕生日おめでとうね。いやいや元気？あら見るになっている。おしたりくん、お誕生日おめでとう。何してるの？なんや、自分か。はい、何をされてるんですか？サーブで空き缶を狙う練習や。なんだそれは。へえ。どうや、自分もやってみるか。なんかテニスっぽいことしてるじゃない。やるわよ、いいとこ見せちゃうわよ。返事や、いい子か。よし、軽くやってみようか。まずこれはパワーのところで止めるで、コントロールのところで止めるで、どう？やったな。あーいいね、キーホルダーゲットした。うまいやんか自分。あ、褒められた。これどうなんだろう。あ、キーホルダーゲットだ。確かね、的を選べたはずなんだよな。そうだ、なんかこのちっちゃい缶とかの方にした方が、なんだろう、もらえるアイテムがキャラクターの人形になるんだよね。そうだそうだ。今日はここまでやな。ありがとうございました。お疲れさん。ほな、お誕生日おめでとう。愛してるよ、好きだよ。行っちゃった。おしたりくんいなくなっちゃったの。じゃあ別の人に声をかけるか。あ、え、待って、長太郎嫉妬してるんだけど。待ってよ、長太郎が嫉妬してるんだけどさ、お前私の名前覚えてねえじゃん。あれ、君は運営委員だっけみたいなさ反応してたじゃん。おかしいでしょうが。どうしてあなたが嫉妬してんのよ、おかしいでしょ。あ、ガックンは今度は嫉妬してくれなくなっちゃった。え、ちょっと、じゃあ嫉妬してるから長太郎に声かけてみようか。大谷くん、おはよう。ああ、はっ、やっと名前を覚えてくれてる。今忙しい？いや、そんなことないよ。獅子戸先輩に取られなかった。やっと長太郎との仲が一歩前進しましたね。何の話をしようかな。やっぱテニスの話題か友達の話題とかいいんじゃないかな。大鳥くんはテニスが好き？好きでなくちゃできないよ。そりゃそうだよね、当たり前だよ、愚問だよそんなのは。そうよね、ごめんね、変なこと聞いちゃって。いや、割と聞かれる質問なんだよ。でも、いや、テニスそんな好きじゃねえけどって言われたらちょっと大鳥くんのこと嫌いになっちゃうかも。そうなんだ、大鳥くんはね、一級入魂してるから。さ、お昼になりました。さっきから工事の音がすごかったけど、やっぱり喫茶店の工事なんだろうな。学園祭で業者入るの普通ないからね。あっという間に建物が建っちゃいましたね。あ、左側さ、おしたりくんと向井くんがいてたこ焼き屋の準備してるっぽいな。なんか手前にいるのは龍馬くんかな。すごいな。すごいね、初めてだよこんなの見るの。学園祭で完成の掃除に比べてえらくそっけねえな。外壁の装飾は耐水性の壁紙を使う。9月1日に業者が壁紙を貼りに来る手はずになっている。なるほど。壁紙？手抜きかよ。手抜きじゃねえ、委員長として資材を学園祭ブースで使う範疇に収めただけだ。建物の造形に妥協はねえから、壁紙を貼れば本物にしか思えない。完璧な建築物が出来上がる。調度品は全部中に運び込んでありますから、早速内装に取り掛かりましょう。
まあ、乙部くんなりに庶民的に庶民のなんか価値観に合わせてくれたんだろうな、きっと。うわ、すっげえ。大体終わったな。これ、本当にこれ学園祭？これがビクトリア町ですか。なるほど、落ち着いた感じで、とても学園祭の模擬店とは。ねえ、やばいよね。コース料理とか出てきそうだもん。古典様式だからね。うん、古典様式な。おお、わかるわかる。映画に出てきそうな雰囲気だな。ねえ。厨房のチェックは完了したんだな、カパシ。うす。では、今日の作業はこれで終了ですね。皆さん、お疲れ様でした。では、お昼になったので、おしたりくんに声をかけようか。お、なんか、見るっていうアイコンがついてるけど、これはおしたりくんについてるアイコンかな。お、あ、おしたり先輩と向井先輩、何してるのかしら。揉めてるみたいだけど、あら、私を取り合ってるのかしら。そんなの食わん言うてるやろ。お、なんでだよ、俺が一生懸命作ったんだぞ。何してるの。ちょっと味見してくれてもいいじゃねえか。いくらたこ焼きといえど、あんな気色悪いものが入ってるのを食えるか。分かった、察したわ。まあ言うし、騙されたと思って食ってみろよ。ほら、口開けて。あーん、気色の悪い真似すんな。そういうのは可愛い女の子にやってもらうもんやろ。あら、可愛い女の子って言いました？おお、女にやってもらえば食うんだな。喧嘩してるのかしら。でもなんだか嫌な予感もするし。お、ナイスタイミング。うえい、こっちこっち。見つかってしまった。見つかっちゃった。なんて間の悪い時に。どうかしました、向井先輩。ちょっと悪いんだけどさ、このたこ焼き勇士に食べさせてやってくんねえか。え、食べさせるっていいんですか。やらせてください。そうや、でかくとそのシチュエーションは美味しいが、食べさせるもんが最悪や。でも勇士、さっき女の子が食べさせてくれたら食べるって言ったじゃん。ああ、そっか、こいつにやってもらうのが嫌なのか。あの長くとマジで怒るで。じゃあ俺が食わせてもらおっかな。面白いよなです。やってくんなきゃ俺今日働かねえぞ。やるやる、任せなさいよ。それって脅迫です。なんだかもうわけがわからないけど、いいですよ、それくらいでしたら。なんでや。小さい子にご飯をあげると思えばいいんです。もう、はい、あーん、かわいいね、がっくん。なんか引っかかるな。まあいいか。あーん、うまいぜ、俺の納豆入りたこ焼き。ね、おしたりくんは納豆嫌いなんだけど、向井くんはね、納豆が確か大好きだったと思うんだよね。やっぱりそういう怪しいものだったんですね。もう、おしたり先輩を困らせて。絶対うまいって言ってんのにさ、絶対食わないんだもん。あ、残りも食わせてくれ。ずるいぞ。そうやって女の子にあーんさせてもらおうって、そういう魂胆でしょ。なんだ、やっと空気になったか。いや、そんなにうまいやったら運営委員さんにも味見してもらおうかと思ってな。私は遠慮します。実際どうなんだろうね、たこ焼きに納豆って合うんだろうか。いやいや、そう言わんと。え、俺が食べさせたる。え、はい、あー、ええ、あの食べるんでしたら自分で食べますから。あー、やだー、なんか恥ずかしい。絶対さ、あーんってしてる顔ってあんまり可愛くないと思うんだけど、どうだろうか。よっしゃ、ええ子やな。で、お味の方は。水飲んできます。美味しくなかったんかい。ガクト、そういうわけやからメニューには入れへんで。ちぇ、それとな、まあ悪かったって。わかればええんや。なんかこの通じ合ってる感じすごい好きだわ。いやー、もうでもおしたりくんがもう私に惚れてるっていうことはもう周知のことになりつつあるね。うん。よし、なんか用か。
あ、牛谷くんはもう私のことが好きってことでいいのかしら。うん、本当に勘違い読んだ肌肌しい発言だけど、何の話しようかな。夢の話題とか聞いてみたいかもな。そういえば今日はちょっと遅れそうになっとったな。どないかしたんか。遅れそうになってたかしら。はい、恥ずかしい話ですけど、電車でうたた寝して乗り過ごしちゃって、で朝元気よくね、二郎くんに挨拶したけど。そうか、自分いつも早送るのに遅れそうになったってことはかなり乗り過ごしたな。はい、もう本当に焦りました。毎日忙しいから疲れが溜まっとるんやろ、気ぃつけや。はい、ありがとうございます。先輩はうたた寝して乗り過ごしたことありますか。ああ、あれで一回終点まで乗り過ごして駅員さんに起こされたことがある。先輩がそこまで乗り過ごしちゃうなんて、よっぽど疲れてたんですね。後部の機嫌が悪うて普通の練習が申し動きになった時や、後部以外は全員ヘロヘロやったで。やだ、機嫌によって練習のメニュー変わるの。そういう時に電車の座席に座ると夢を見る余裕もなく寝てまうな。先輩がそういう風に寝る姿ちょっと見てみたいかもです。お嬢さんに見せるんはまだちょっと恥ずかしいな。まだ？まだってことはいずれ見せてくれるのかしら。けど俺としては自分の寝顔が見たいな。は？私も恥ずかしいです。朝はもう座らないようにします。そうか、残念やな。ぶっこんできたな。あんまり好感度上がらなかったな。おしたりくんまだ嫉妬してくれないの？あ、嫉妬してくれる。やだ、嬉しい。おしたりくんが嫉妬してる。じゃあちょっとね、おしたりくんの好感度下げちゃうのはあれだから、どうしようかな。ここ離れてるからおしたりくんには見えないんじゃない？あ、そうだね。じゃあシシド先輩に声をかけに行こう。いやー、シシド先輩、おはようございます。な、お前が。大鳥くんがね、やっと私の名前を覚えてくれたんですよ。ちょっといいですか？ああ、別に構わねえぜ。もうシシド先輩はね、長太郎のところに行ったりはしないから、ね、当たり障りのないセリフだと多分ね、こっちの下の方にある恋愛の話題とかだとぶっ込みすぎてて、いやちょっと話、その話はちょっとって言われちゃうから、どうしようかな。友達の話題とかどう？委員会から準備中の注意事項がありますので、このプリントを。先輩、前髪触ってどうかしたんですか？いや、あっちいなって思ってよ。きっと髪が伸びたからだよな。そうなんですか？でもシシド先輩ね、最初はすごいロン毛で後ろで縛ってるポニーテールだったけど。この髪型にしてから少し長くなっただけでも気になるんだよ。ああ、確かにな。でも先輩の髪結構短くないですか？そっか、思い切って丸刈りでもいいくらいなんだけどな。そう、シシド君は自らね、決意を示すために髪の毛を切ったから。丸刈りになると皆さんびっくりしますよ。大丈夫だって、俺がこの髪の長さになった時もクラスのやつら何の話題にもしなかったからな。マジで？友達がいのないやつらだよ。それはそう。それはそう。どうしたのぐらい言ってくれたっていいと思うけど。そんなことがあったんですね。まあな、気にしても仕方ねえけどよ、もう少しこれで我慢すっかな。それがいいと思いますよ。でもほんと髪の毛短いとちょっと伸びただけで気になってくるからな。そっか、そんじゃ俺行くわ。じゃあな。はい。この後どこに行くのかしら。大鳥くんのところに行くの？シシド先輩、どこ行くの？なんかもう夕方は一回しか話しかけられなくなってきたな。じゃあもうおしたりくんに一点集中でいいのかな。あ、おしたり先輩。いや、運営委員のお嬢さん。先輩時々そう呼びますね。その方が呼びやすくてな。いやか？いえ、ちょっと恥ずかしいですけど。まあ慣れてくれると嬉しいわ。で、俺に用やろ？あの後ろ側にさ、後ろの噴水のさ影に毎回男の人立ってるけど、いっつもこっち見てるけど、あの人なんなん？
あれは兵艇の服着てるから誰だろう、カバジとかかな、背丈的に。押したりくんは本とか読むのかな、どうだろう、本の話題。普段はどんな本を読みますか？本か、そうやな、何でも読むようにしてるわ、話のネタにできるからな。うんうん、そうですか。自分もいろんな本読んだらええよ。なんか普通の当たり障りのないこと言われた。はい、まあね、本を読むのは大事ですよ。え、何？いや、面白いよな。何よ、日吉くん。あ、日吉くん、そうだよ。この道、ひたひたさんが出るんだってな。え、ひたひたさん？一人で道を歩いていると、誰もいない後ろから足音が、ひた、ひた。何、急に怖い話すんのやめろよ。けど、もしかしたら、あの人と出会うかもしれないし、どうしよう。ああ、来てしまった。取り合いのイベントですね、これは。好感度が高いキャラが2人いると、好感度低い方かなが割り込んできて、一緒に帰ろうっていうことを言ってくるんですよ。日吉くん遠回りすぎるけど、怖いやつがいるから俺と一緒に帰らねえっていうのを遠回しに言ってきたけど、まあこれ一緒に帰るとまあ押したりくんに見つかっちゃうわけですね。なのであなたとは一緒に帰りません。遠回りして帰るから大丈夫だからね。ありがとね、教えてくれて。悲しい顔すんなよ、ごめんね。また今度一緒に帰ろうね。ああ、お嬢さん、今から帰るとこか。一緒に帰ろう。あなたと一緒に帰るために日吉くんを断ってきたんだから。駅まで一緒に帰らへんか。帰るに決まってるだろ。ほな帰ろうか。帰る。はあ。ああ、嬉しい。こっちやけど、俺の名前ってどう思う？勇士？押したり先輩の名前ですか？私最初読み方が分かんなくて辞書で調べたんですよ。ん？へえ、そうなん？ま、ちょっとパッと見じゃ分かんないかもしれないけど、でも勇士って読めると思うけどな。あ、そっちか。はい、押したりってかっこいい名字ですよね。いや、ボケやね自分。そうやな。え？名字やのうて名前のことなんやけど。いやー、申し訳ない、ちょっと天然なところが、私天然なもので天然なところが出ちゃいました。あ、すみません、名前ですか？普通だと思いますけど、ま、押したりの方は読めないよね。うん、初めて見たもん、テニプリで。どうも天然気味やな、この姫さんは。は？まあええか。はよ帰ろうか。あ、おばちゃん。はあ。俺の女じゃん。やったー。今ボイスついてたね。おーちゃんって呼んでくれてたね。めっちゃでかい声出しちゃったからちょっと聞こえなくなっちゃったかもしれないけど。あっつ、体あっつ、やば。どうした？はい、押したり先輩。そこは勇士だろ。勇士先輩。勇士先輩。ん？ようできました。これからはそう呼んでね。呼ぶー。やだー、もう距離が一気に縮まっちゃった。ほんまや、早いもんやな。早いわね、本当に。楽しい時間ってあっという間だから、押したりくんと一緒にいるから時間が早く感じるのかもしれない。そうですね、それじゃあここで。ああ、気ぃつけて帰りや。はい、さようなら。てかもうメーターがさ、もうだいぶ溜まってきてるよね。押したりくん私のこと大好きじゃん。はっ、あ、電話だ。誰からかな。はい、面白い女です。こんばんは、押したりやけど。押したりくん、
ユシ先輩、こんばんは。唐突で悪いんやけどな、明日暇か？明日ですか？まあ用事によっては暇じゃなくなるんですけど。暇ですけど。そらよかった。え、明日映画行かへんか？行く行く行く、喜んで。ほな10時に駅前で待ち合わせでええか？はい、わかりました。返事や。ほな、おやすみ。おやすみなさい。勇士先輩に誘われちゃった。デートなわけないよね。なわけあるんですけど。どこまで鈍感なのよ、面白い女。やばい、おひたりくんにデート誘われちゃった。うん、もうね、半分以上おひたりくんは好感度が上がってますね。もう早速寝ちゃって明日のデートに備えましょう。日曜日の朝よ、今日はおしたりくんとデートよ。あ、そろそろ約束の時間だ。遅れないように早く出よ。デートに行くになってますよ。デートに行きましょう。はあ、私服。おはようさん。早いな、お嬢さん。私服じゃん。なんか（笑）おじさんみたいな格好。失礼してしまった。でもなんかちょっとおじさんっぽいよね。中学生にそのベストはないわ。でも似合ってるよ。今飽きたところですから。そらよかった。女の子待たせるのはあかんからな。別に少しくらい待っても構いませんよ。そういうわけにはいかん。今度からもうちょっと早く来るようにするわ。今度から？また誘ってもらえるんですか？迷惑か？いや、全然迷惑じゃないけど。そうじゃなくて、他の人はいいんですか？他の人って誰や？先輩の彼女とか。彼女？おらへん。本当ですか？嘘ついてどなすんねん。いや、まあ実は彼女おんねんって言われたら今すぐ帰れって言うけどね。なんやその目は、信用してへんのか？だってこの前告白されてたじゃん。違いますよ、びっくりしたんです。先輩モテますし。問題は俺の気持ちやねんけどな。あ、そうですね。いくらモテても先輩がその気にならないと彼女はできませんよね。それに俺だけやのうて、相手の気持ちもあるんやけどな。そっちは心配いりませんよ。先輩に告白されたら誰だってOKしちゃいますから。私待ってますから。ほんまにそう思うか？はい。ほな。あ、先輩、上映時間大丈夫なんですか？おい、おい。え？あ、そろそろ行かんと間に合わへんな。行こうか。間が悪いぞ。はい。うまいことかわされたな。私はいつでも待ってるけどね。この面白い女が許してくれないの。ごめんね。え？なんでもない。行こうか。よし、行きましょう。何の映画だろう。へえ、こんな展開になるんだ。いい感じのストーリーよね。それにしても、勇士先輩、さっきからなんだか様子が。あの勇士先輩、映画見ないんですか？ええ感じや。ちょっと嬉しくなっちゃってる、おしたりくんが。え？ああ、気にせんといて。ただの独り言。かわいいところある。かわいい、おしたりくん。泣いちゃう。かわいい。はあ。先輩、映画見ないでいいのかな？ずっとこっち見てんの、おしたりくんが。なんだろうな、何の映画なんだろう。いい映画でしたね。ラストなんかジーンときました。おしたりくんは確かラブロマンス系の映画
まあ恋愛映画とかが好きだった気がするけど。気に入ってもらえて何よりや。先輩、ああいう映画が好きなんですね。ラブロマンス系な。お、正解。結構楽しめるからな。恋愛ものが好きな男の人って珍しくないですか？意外と隠れファンおるで。そうなんですか。意外とロマンチストなんですね、先輩。ただ男一人ではなかなか、まあ入りにくい雰囲気やからな。そうよね。あ、それで私を誘ってくれたんですね。自分妙なところで頭が回るな。今回はそういうつもりはなかったんやけど。だったらどうしてなんでしょう。わからんか。お嬢さんと二人で見たかったからや。光栄です。一言で返してきたな。こういうのは可愛いこと見るのが一番やろ。おいおいおい、もう褒めていただいてありがとうございます。でも私そんなに可愛くないですよ。手ごわいな。かわすね主人公。あの、この後どうしますか。うち来る。そうやな。え、プラネタリウムはどうや。初手のデートから飛ばすね。あ、素敵ですね。ロマンチックやで。ムードを盛り上げるには最適やしな。心の声出ちゃってるよ。え、なんでもない、行こうか。かわいい。なんかもう最初のデートでテンション上がっちゃってるんだろうな、おしとりくん。映画館からのプラネタリウムはもう付き合ってるのよ。わあすごい、大迫力の映像。え、キャー。え、どうしたどうしたどうした。あー、びっくりした。ジェットコースター並みの迫力だったな。何が起きたの。何が起きたのよ。プラネタリウムでそんな叫ぶことってある。すごかったですね。そうやな。私ギリシャ神話が好きだから興奮しちゃって。なんかおしたりくんがすっごい困った顔してるけど。興奮しとったな。他にもすごい CG がいっぱいで感動しました。感動しとったな。どうしたのおしたりくん。先輩、なんだか元気がないですけど。もうちょっと静かでロマンチックな雰囲気を期待しとったんやけど、なんや遊園地のアトラクション並みに派手な構成やったな。でも面白かったですよ。失敗やった。いやいやいや、失敗やったとか言わなくていいから。え、いや、なんでもない。先輩、元気出してください。いや、まあ元気づけてくれるのは嬉しいけど、逆に傷口を広げとる気も。いいのよ、楽しかったから。私は、はい、ちょっとそこの公園寄っていけへんか。はい、いいですよ。まだまだ暑いな。そうね。ところでな、なんでしょう。自分可愛いな。どうした。いや、うん、わかるよ。私可愛いもんね。ありがとうございます。素直な返事や。もうちょっと照れるとか、そういうリアクションが欲しいとこやけど。照れてますよ。でも先輩のお世辞はもう何度も聞きましたから、免疫ができちゃいました。なんやで。あかん、段取り間違えたか。はい、これは普通のやり方やとうまいこといきそうにもないな。おしたりくんさ、なんか今日もうアウトプットがゆるゆるなんだけど、心の声出ちゃってるよ。あの先輩。ああ、気にせんといて、ただの独り言や。独り言が多いぞ。はあ、なあ、またデートに誘うてもええか。当たり前じゃないですか。はい、喜んで。ほな、また誘うわ。今日のところはこれぐらいにして、そろそろ帰ろうか。結構詰め詰めだったと思うけど。いやー、いや、おしたりくんね、かわいいね。なんかいつも冷静なおしたりくんがさ、ちょっとデートでテンション上がっちゃって、自分の計画してたプランとうまくいかなくてやきもきしてるの超かわいいんだけど。いやー、デートしちゃったな。おしたりくんと初デートしちゃった。今日は楽しかったな。なかなか寝つけないよ。いやー、よかったですね。
まあ若干告白未遂なこともされて、いいわいいわしか出てこないわ。はあ、もう熱い熱々だね。